ア,ルーズはアラバマ州選出のアメリカ合衆国会議員。エリザベスブロック・ルーズの夫、アラバマ州クレートンにて出生し、公立学校に通った。1928年、アラバマ大学を卒業。1928年に弁護士資格を取得し、アラバマ州ユニオンスプリングスにて弁護士業を開始。 1931年から1943年までアラバマ州第三巡回裁判所の地方検事を務めた。第二次世界大戦中の1943年1月から連邦会員議員選挙に当選するまでの間、ハワイの真珠湾にて米国海軍予備隊の注意を務めた。アンドルーズはヘンリー・ B ・スティーガルの死去に伴う第78議会の補欠選挙に 民主党から出馬し、当選した。その後14回連続で再選され、1944年3月14日から議員を務めた。在職中の1971年12月25日に、アラバマ州バーミングハムにて死去し、アラバマ州ユニオンスプリングスの奥ヒル墓地に埋葬された。ジョージ・ W ・アンドリューズこと、ジョージ・ W ・アンドリューズ連邦ビルの名は、彼にちなむ。 この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物であるバイアグラフくディレクトリオブザ・ユナイテッド・ステイツ・コングレスの次の、ウェブサイト http コロ <aro> ンスラッシュスラッシュ bioguide.congress.gov 本文を含む、ありがとうございます。